新井知事はきょうの定例記者会見で新型コロナワクチンの医療従事者への優先接種について当初予定していた3月中旬の開始よりも前倒しになることを明らかにしましたそれによりますと3月の第1週と第2週に合わせて1万回の接種に相当する新型コロナウイルスのワクチン10箱が到着する予定だということです 接種を希望する県内の医療従事者はおよそ5万人ですがワクチンは到着次第コロナ患者を受け入れている病院に勤務する9750人から接種を開始するということですまた住民への接種においてワクチン接種後の副反応に対応するため市町村が設ける相談口のほかに県は住民への相談に対応するコールセンターを3月中に設置する予定だということです 新井知事は今後のワクチンの配布順序についてもう一つの主体である市町村と相談して進めていきたいと改めて市町村と協力しながら住民への接種を行う方針を示しました。